これ、私、どうして、ここは、私の力が使えたら、こんなことには。はい。あなたは、なんともないですか？体に嫌な感じがしたりとか、私、自分でも気づいてなかったけど、こんなことになるなんて、思ってなかったみたいで、でも、なのに、あまり怖くないんです。怖いはずなのに、怖くなくて、怖いっていうこと自体が、もう、わからないのかも。何も、感じないんです。見えてるのに、聞こえてるのに、でも、何も感じない。変ですよね。何言ってるんだろう。怖くない。怖くないはずなのに、すごく怖い。こうやって何かを削られていって、だんだん私が欠けていって、自分でも気づかないうちに、怖いと思うことすらできないうちに、消えちゃうんでしょうか。消えて。でも、私も誰も、そのことに気づかなくて。そうやって、私は、安心しました。そうですよね。あなたならきっと、絶対に何とかしてくれますよね。私信じてます。あなたのこと。お願いしてもいいですか？この手、ずっと握っていてほしいんです。私がまた眠ってしまうまで、なんとなく、わかるんです。次に眠りについたら、きっと私はもう目覚めない。実はもう、今もなんだか眠たくって、眠りに落ちるのはすごく怖いけど、最後の時まであなたを感じていられたなら、あなたがそばにいてくれたら、もう何も怖くない。私も、クリオに負けないように頑張れる気がするんです。
かいですね。あなたの手、もう少しだけそばに。この世は舞台、老いも若きも役者に過ぎない。悲劇の一幕は実にかぐわしい。麗しき少女の涙こそ悲劇の彩りに最適と言えましょう。その口ぶり、今回の事態はあなたが糸を引いてるの？そういうことならちょっと見過ごせないな。しれっと密航もしていたみたいだし、船賃くらいは痛い目を見てもらおうかな。これは我が輩の癖のようなものゆえ、勘違いをしていらっしゃる。こたびにおいて我が輩は無知で無垢な観客です。密航については否定しません。食料庫の品々がかなり傷んでいましたよ。次に行く島で買い替えるよ。それで黒幕じゃないっていうのは本当なの？あなたは何を考えているのかよくわからないからどうにも信じがたいんだけど。今はまだ確かに観客ですとも。もとより星の民とは遠征的なもの。我々はかつての支配者であり、我々が主役の舞台はとうの昔に幕が降りている。しかしながら、隔離王は星よりもなお古き者の様子。我々星の民とていつまで観客でいられるか。それは僕たちも理解しているよ。隔離王の脅威に関しては三日星の方が詳しいかな。利用しようとしたことがあるのは確かだけど、最高神同様私の手には負えなかった。そう、地の果てよりいずる異形とはいえ、星よりも尊きものと言えるでしょう。隔離世の魔の手は星すらもつかむ。もはや我々星の民にとっても人事などではない。覚悟が必要です。次に舞台の中央に立たされ、悲劇を演じるのは我々かもしれない。次の島で食料を買い替えるなど叶わないかもしれませんよ。
次の出会いの一幕が残忍な悲劇でないことを祈りましょう。アクリオの手にかかれば我々星の民ですら儚き空の命と変わらないのですから。シトリ、ルリアちゃんと同じだね。体に異常はなさそうだけど、明らかに弱ってる。まあドラゴンを見るのは専門外だからあまり自信はないけど。ルリアの次はB ってこと？こんな、どうして？マクスウェルの狙いはミコだろう。ミコを得意点たらしめている両翼。青の少女と赤き竜。この二つを消し去れば、ミコはもはや得意点ではなくなる。まるで私たちが苦しむのを楽しんでいるかのようだな。こんな時に何の力にもなれないなんて、何が医者だ。まあそうは言ってもね、理想論の話をしても事態は進展しないでしょう。僕はレギオン・ボイドと正気の壁の調査に出るよ。今はとにかく情報が欲しい。その調査、私たちも同行しよう。こんな状況でおとなしくしているというのは性に合わない。そうですね、隔離をとの戦いはまだ道半ばですから。俺も付き合うぜ。ルリアと B は心配だが、ここで俺にできることはねえ。そうね、私も行くわ。イオちゃんは二人のそばにいてあげて。うん。まあ、その、なんだ。こうして看病をしてると、アリアが熱を出した時のことを思い出すよ。ただの風邪だったんだけどね。治療をするよりも、そばにいてほしいなんて甘えてね。医者というより、
母親としての意見だけど、家族がそばにいてくれるのはそれだけで力になるってもんさ。そうだといいんだが。そうそう、あの子ったらおねしょをした時も隠すより先に私を頼ってきて。フォリアのことは知っているんだろう。あの子が置かれていた境遇も、私たち夫婦があの子に何をしたのかも。ではやはり、あの子を幽閉したことも、あの子に工作を命じたことも、私たちは決して許されないことをした。今さら償えるものではないし、償いたい、許されたいと思うことすらおこがましい。だからせめて、あの子が菊石さんたちと出会えたことを嬉しく思うよ。すまないね、聞いていて気持ちのいい話ではなかったろ。元気づけるつもりが逆に湿っぽくなってしまったね。ちょっとタオルの替えを取ってくるよ。マリネラよ、余計なことは話していないだろうな。巫女の様子よりもそっちを先に聞くなんて、珍しく動揺してるね。初めてアウライグランデ大空域を訪れた時、私は緑の鎧を身にまとっていた。アマトグランデ空域の代表として当時の新王に謁見し、その娘マリネラと出会った。縁あって私たちは婚姻を結び、イリム子として私は新王の座を継いだ。王の目は私に全てを教えた。王国が固めてきた地盤は敵との戦いに備えたものであり、隔離世による侵攻はついに私の代で激化するということ。そして生まれてくる二人の娘、特に類いまれなる才能を持つ長女には、公に娘と呼べぬほどの辛く苦しい運命を強いらねばならないことを、私は王の目を通し可能性を探り続けた。しかし娘の運命は歴史の岐路であり、
これを外して世界の存続はありえなかった。いずれ来る破滅に抗う術がないことを知りながら人並みの幸せを与えるか。世界のために苦難を与え、それでも娘が自ら幸せを勝ち取れることを祈るか。やがて王の目で見た通り、左右で異なる色の瞳を持つ娘が生まれた。そうして私は王として決断を下した。あの時、父としての私は死んだのだ。そして運命に、世界の命運に納得を強いられるくらいなら、せめて私を憎むがいい。父とは英語を呼ばれなくとも、それだけが唯一フォリアにしてやれることなのだから。王の目は王を孤独にするが、その孤独が救いになることもあるのだ。やっぱり。え？私が一人になるのを待ってたんでしょ？子供の頃からそうだもんね。人前では絶対に甘えたりしなくて。よかった。そういうところが変わってないんだね。私が人と話してると黙って服の裾引っ張ったりして。怒ってないの？私があなたを裏切ったこと。私はあなたを裏切ってあなたをグレートウォールに封印する手助けをしたのに。私はこうしたらすぐに飛びついてきたのに。今の私にそんな資格ない。私にはもう。長い間一人で頑張ってたんだってね。でたらめな力を持つ星の民ですら手を焼く相手に、一人じゃなかった。一人じゃなかったのに。多くのものを失ってしまった。なのに、カクリオの侵略は始まってしまった。私には何も止められなかった。一人失敗した。私は失敗したんだ。このままじゃルリアに、正室のルリアに顔向けできない。
一人、あなたは。それでもあなたはここにいる。ここでこうしてまた私のところに来てくれた。世界があなたを許さなくても、あなたがあなたを許せなくても、私はあなたを抱きしめるよ。だって私、あなたのお母さんだもん。母さん。怖くて、辛くて、寂しかったよね。だから、泣いていいんだよ。我慢して頑張らなくていいから。今、私の腕の中にいる間は、何にも考えなくていい。全部吐き出して、少し休もう。頑張ったね。あなたは頑張った。ごめんなさい。ごめんなさい。落ち着いた？うん、もう大丈夫。さあ、それじゃあ少し未来の話をしようね。未来の話？確かに今この空の状況はあまり良くない。でもね、誰も諦めてないんだよ。この状況で誰もが未来を信じてる。ねえ、シトリ、あなたはもう一度戦える？もう一度。そう、もう一度。逃げるのではなく、取り戻すために。私はまだわからない。私にまだ戦えるのか。うん、いいよ、私は待つから。ただ私がいつまで待てるかわからないけど。随分と君は変わったんだね。
見てたの？悪趣味。声をかけなかっただけ、空気を読んだと思ってほしいな。本当に空気が読めるなら何も言わずに立ち去るから。それに変わったって何？私、船に乗る前にあなたと面識あったっけ？ないよ。でも噂は聞いていた。ナルグランデ空域を治める星の民はとんでもない怪物だって。星小獣に頼らない兵器を用意して、あいつは同族である星の民を本気で滅ぼす気なんだって。まあ、事実だから否定しないけど。君はまだ星の民憎しで動いているのかい？恨みは消えてない。でも今はそこまでじゃない。じゃあ今の君は誰なんだい？同族を殺そうとしていた狂気の星の民か、それとも。その話し方やめて。めんどくさい。結局私に何を聞きたいの？君は変わったよね。うん、変わった。一人のおかげで変われた。変わったことに後悔はないのかい？変わっていく自分に恐怖したことは？自分の考え方や感じ方がいつの間にか自分にも理解できないものになっていて、自分で自分を制御できないような、そういうことはなかったのかい？もしあなたがそう思うようになったなら、あなたも舞台に上がる時が来たってことじゃない？あ、今の例のあいつっぽくってちょっとやだな。僕も舞台に。あいにく私は自分とあの子のことで手一杯だから。そういう話がしたいならあなたの飼い犬にでも振ってみたら？どの空で見ても気がめいるね、これ。それならなぜ調査を自ら買って出たのですか？いやね、僕は僕で、子供が辛そうにしているのは心に来るものがあるのよ。見てらんないでしょ、あんなの。何もなくてもじっとしてらんないでしょ。まあな、あいつらのためになんとか力になってやりてえが。一つ確認したいのですが。ん？
ここではない滅び去った世界からあなたが来たというのは本当のことなのですか？本当のことだよ。証明しろなんて言われても困るけど。その滅んだ世界にもこのレギオンボイドがあったと。そう、むしろ最後はこれしか残ってなかったよね。カクリオはレギオンボイドを残して全てを消し去ったのか？ま、そういうこと。それじゃあこれについてあなたが知っていることを教えてもらってもいいかしら？教えたいのは山々だけどね、僕もよくわからんのよ。これが隔離用による侵略の最終段階で現れるものってことくらいかな、確実なのは。ここの根元、うろみたいな空間があるわね。樹木のような見た目だけど、形が似ているだけで関係はないのかしら？おい、あまり不用意に近づくべきでは。触るくらいなら問題ないみたいよ。僕も腰掛けに使ってたし。それより、ウロってそんなのあったの？中は見た限りではただの闇ですね。あらあら、まあまあ、どうする、入ってみる？さすがにそいつはちっと危ないんじゃねえか？だが中についての情報は欲しい。何かの手がかりになるかもしれないからな。うすうすそんな気はしてたけど、すぐ見えなくなっちゃって何の情報にもならんねえ。これ中の広さや状況を調べるには何か別の方法が。もう一回やるの？角度とか大きさの問題じゃなかったと思うけど。もう一回？何のことだ。似たような方法を先に試したのか？え、いや、今さっき。あ、そういうこと。というわけでして、レギオンボイドはその内側に取り込んだものを存在ごと消し去るみたいです。前の空にいた時、僕はまだ見えなかったから気がつかなかったんでしょうね。そうか、それならば使えるかもしれんな。一応聞きますけど、何か無茶をするおつもりで？必要なことをするだけだ。いいタイミング。ちょっと顔を貸してくれる？何のようだ。雑談をするような間柄ではなかったと思うが。私の娘を散々いじめてくれたこと、文句の一つも言ってやろうと思って。
娘。あれは国として必要な措置を取ったまでだ。事実上の反政府組織を野放しにしておく王がいると思うか。あと、私が作ったグレートウォールを勝手に使ってめちゃくちゃしたでしょ。無茶な使用はしていない。そこにあって必要だったから使ったまでだ。必要ね。全てが必要だったのだ。この空を守るために。一つの目的のために全てを捧げるのは確かにすごく強くなれる。でもその目的を達成した後に何も残らないんじゃないかって怖くなったことない？構うものか。何も残らぬことはもとより承知だ。脅かされる心配がこの空になくなったのなら、その時そこに私の居場所はない。あなた子供いるんでしょ？いいの？それで今さら父を名乗る気はない。人心を超えた王として世界を守ると決めた時、父として人としての私は死んだのだ。死んでしまったとしてもそれでも子供たちに残せるものはあるんじゃないの？私が残すものはこの空だけだ。立派な王様ね。すぐ痛いぜ。そう言われるとマッサージでも受けてるみてえだな。なんか懐かしいな。昔はよオイラがよくこうやってお前の世話してやったよな。熱出したり転んで骨折ったり。お前ほんとやんちゃでさ。お前が強くて立派な気空師になったのはそばでずっと見てたけど、こうして自分が世話を焼かれるとなんていうか、家族としてお前大人になったなーって感じるぜ。お前がさ成長するのをそばで手伝うのも楽しかったけど、こうしてお前にお世話されるのも案外悪いもんじゃ。
赤き竜の汗の香りに誘われてみれば、なかなかに修羅場のご様子。おっと、ソテキを向けるのはおやめください。我が輩、この窮地に対する特効薬を持っておりますゆえ、無意味に現れたわけではありません。我が輩が研究用に持っていたリバータリア島の仮面です。中にはあなたのお父上から見た赤き竜の姿、赤き竜の記憶を残していました。隔離世によって失われつつある存在はこういった形で存在や記憶を補強すれば多少は持つとは思いますが、所詮は対症療法。根本的な解決を行わないことには残された時間はあとわずかでしょう。そう警戒せずとも良いのですよ。我が輩とあなたのお父上は旅の仲間として少なくない日々を過ごした間柄。まして我が輩はあなたのお父上に命を救われた恩もある。故に我が輩はあなたの味方ですよ。今はね。どこにも進みが遅いと思って様子を見に来てみれば、かなり粘っているようですね。さすがは青の少女と赤き竜、神の器というだけのことはある。マクスウェル、なまじ抵抗力があるというのも考えものですね。抵抗するから苦しみが長引く。さっさと消えてしまえばよいものを。この今ルリアもビーも頑張ってるのにひどいこと言わないでよ。いや、こういう輩には何言っても無駄だ。そうね。そもそも私たちと話をしに来たわけではないでしょ。さあ、どうでしょう。
存外あなたたちの絶望している様を見に来ただけかもしれませんよ。必死に戦ってる子たちになんてこと。しかしこれ以上邪魔をされるのは確かに不愉快です。殺してしまって良い相手は早々に片付けてしまいましょう。無謀のことです。邪魔はさせません。これもちょっと聞くな。おい、知恵の採用の力を。インビテーションガスト。さあ、クレッソリ、終わりにしましょう。これが採用の技の極致、ビジョンディバイン。ほら、何度やられてもその事実を書き換えればよいだけの話。文字通り無限に殺されてあげても構いませんよ。全く意味のないことですけどね。むちゃくちゃだぜ。おい、こんなもんどうしろってんだ。諦めなければって話だけど、でもこれじゃどうしようも。そうね。それに私たちにはあまり時間は残されていないわ。どうです、一つ交渉をしようじゃありませんか。交渉だと？ええ、
我々は青の少女と赤き竜の両方を消し去りたいわけじゃない。得意点でなくするにはどちらかが欠けさえすればよいのです。貴様、それはまさか。そう、選ばせてあげますよ。青の少女と赤き竜、どちらの命を見捨てるか。この悪くないお話ですよ。これは選択することであなたたちは失うものを少なくできる。合理的、実に妥当な判断でしょう。少し頭を使えば分かることです。ゲスが、まあ、もし青の少女との命のリンクについて懸念があるなら、そこも私が解決しましょう。旅の始まりも書き換えてしまえば、あなたが命を落としたという事実もなかったことにできる。我ら隔離用は神に等しく万能なのです。空の命など私の指先一つでどこでもなります。何も心配する必要はありません。王の目を手放せば失ったことすら忘れられます。するとどうでしょう。あなたには何の傷も残さず、どちらかを助けられるのです。それとも意地を張って両方を失いたいのですか。笑わせるな。貴様ら隔離用の何が万能なものか。おや、貴様が無法を行えるのはよりしろがあるからだろう。そもそも貴様のやり口には疑問があったのだ。存在を遡り、過去から現在を塗りつぶすような無茶を行える者がどうして直接姿を現すのか。本当に万能であるなら、何故私や巫女を直接消しにかからないのか。それどころか、歴史を根本から塗り替えてしまえば、こうした信仰すら必要ないはずなのだ。そして滅んだ向こうの空で、貴様らは執拗に紫の騎士を殺そうとしていた。何故だ。何故一人残った紫の騎士を存在ごと塗りつぶしてしまわぬのか。そして何より、
向こうの空は紫の騎士を連れ去った後、そのまま虚無に飲まれていった。ようやくの征服を果たした閣僚が栄えることもなくだ。何者かが抜けた世界にはほころびが生まれ、そこから世界は崩れ去る。貴様らはなぜ崩壊を止めようともしなかった？確かに言われてみるとどれも妙ですね。これらは総合し、私の導いた結論は一つ。貴様ら閣僚は閣僚の存在だけでは世界を維持できないのだろう。空で存在を維持するためには己と空の世界をつなぐ依り代が必要であり、依り代はなかったことにはできず、殺すことで存在していた痕跡を残す必要があるのではないか。実に小賢しい。これだから死んだ世界のものは。そうだ、私を疎ましく思いながら、貴様は私を消そうとはしなかった。ならば私は貴様にとって殺さなければならない依り代なのだろう。だったらどうしたというんです？生きていようが死んでいようが、存在やその痕跡が残っていればそれで問題はありません。この情報で一矢報いるには、あなたは自らの手で自分を。まさか。殿下、ダメです。そこは、そのウロにレギオンボイドの中に触れては。タウルーク。バカな、自ら存在を抹消する気なのですか？お前は何も残せなくなるのだぞ。生きたいという本能は、積み上げてきたものへの執着は。ないと思うか？娘たちのことを頼んだぞ、巫女よ。よし、これでルリアとビーコンは。へへ、隔離よっても不死身ってわけじゃねえらしいな。手強い相手だったが、思いのほかあっけない最後だったな。副王マリネラ、それは。これは聖
小獣シビル、どうしてそれがここに。聖小獣、この指輪が。一見するとただのアクセサリーのようだけど、確かに聖小獣の気配を感じるわ。聖小獣シビュレはイスタバイオン王家に伝わる聖小獣です。王の目とともに王の声として代々新王陛下に受け継がれてきたものになります。それがなぜここに、というか今まで一体どこに。とにかくこれは私の手元にあっていいものじゃないね。どうぞ新王陛下、これはあなたが持つべきものです。前にもこうやってこの指輪を誰かに渡したような。誰に渡したんだったかな。やめる時も健やかなる時も最後の一瞬まで一緒にいようって、その誓いの証しとしてこれを渡して、そしたらあの人珍しく照れたような顔して、これじゃあ逆じゃないか、先を越されてしまったなって一緒に笑って、あれ？なんだこれ？なんで？医者の不養生かね。なんだってこんな涙が。私は何を失ってしまったんだろうね。ビークの容体は回復したんだが、ルリアはまだ意識が戻らない。マクスウェルを倒すまでに消耗しすぎてしまったのかもしれませんね。まだ何か手はあるはずだ。まだ間に合うかもしれない。ルリアをこっちに、急いで。今のルリアはカクリオによって存在自体が弱まってる。
だからこっちのルリアと同期して統合することができれば、もしかしたら。私はいいよ。私はルリアを助けることができなかったけど、団長ならきっとルリアを助けられる。もしかしたら私が生かされたのはこの瞬間のためだったのかもしれない。Huh?